仮面ライダーガッチャード第1話のネット上の感想、反応を紹介します。石丸幹二とか、いきなり豪華。エロ女幹部だー。幹部ニロリか。池尾氏。なんだこの伝ライナー。伝王、ディケイド。おっぱいおっぱい。鳴き声ホッパーでええんか。ホッパーというのがキッカー言うてるみたいに聞こえる。復縁美里、プリキュア戦隊ライダーウルトラ制覇。無職じゃない。っていうか学生か。カブト以来の飯テロニキアサになりそう。この弁当要素もすぐなくなりそう。何のキター、何のコレ式。何の特撮何年ぶり。いつ頃スケバンデカネタやるんやろか。いつか来るセーラー服で。ライダー主人公って太郎って名前多いな。仮面ライダー丸太郎多すぎ問題。海の親が翔太郎だからね。進路王様になりたい。王様にしよう。王様って書かれるよりマシだろ。王様よりは白紙の方がまあ。ヒロインクソかわいい。かわいこちゃんええな。かわいい女の人多いな。高校生ライダーとかジオ以来学園シーンあるの久しぶりな気がする。今のところ普通の導入部やな。ルネサンスで錬金術に行くやつは大体オタク。ルネサンス13世紀ルネサンスから辿るのか。じゃあアラビア錬金術はやらないかな。オーズでもやったしな。魔法少女じゃん。変身しなくても戦えるヒロインか。錬金術っていうか魔法。錬金術がアルケミーだからケミー。身体能力ヤバすぎて草。豪快に惹かれて吹いた。いきなり名付けられた。顔が隠れてた親父なのかと思ってたら違うのか。突然すぎる。強引すぎるやろ。急に怪しいの渡されても普通受け取らんだろ。全てが唐突すぎる。冒頭の何年も前かと思ったら怪我したままか。いきなり消えるのか、お前。石丸さん1話退場か。キャラだかそうだもんな。101体もいるの。ポケモンかな。108じゃないのかよ。101匹ワンちゃんかよ。恐怖かまきり女。お前が変身するのか。幹部側もそういう作りなのか。ゼロワン以来の、初回の敵がカマキリ。ガッチャンコ。またアイテム組み合わせの変身か。お弁当箱ライダーベルト。冒頭の弁当は伏線だったのか。虫じゃねえか。表端と違う。このままだったら斬新だな。やっと人間体に。マフラー標準装備か。これも錬金術か。ライダーキック。手間かかるライダーキックだ。キャストオフする必要あったか。ポケモンゲットだぜ。ガッチャ楽しいデュエルだったぜ。ポケモンと CC 桜とライダーのガッチャンコだな。先生も関係者か。1話どうだった？まあ極めてオーソドックスなキャラ紹介編。キャストはなかなか初々しい感じでいいんじゃないだろうか。最初の変身でいきなりバッタ形態になった時はキメイってなった。ガッチャードのデザインは好き。101枚カードは本編で全部出るのかね。劇場版限定もあるから。カード自体は出るだろう。カードで変身する派生形態は途中で打ち切りだろうけど。リアルカードをコンプする猛者は現れるのか。カード集めの最大の敵は転売屋。カード商法は金を吸ってるような錬金術ってこと？もっと課金してガチャして OSSR とかするキャラだと思ってた。来週行こうか。というか平成に決まるごとカードなかったんだな。よく小物のネタつきんかったな。令和のカードキャプター桜。令和のブレード。敵が女幹部だけとは珍しい。いいよね。いきなりベルトを託された一般人が積極的に戦う理由は何なのだ。融合されたケミーを助けるぞみたいな感じでもなかったし。託されて戦う、そんなもんでいいんだよ。宝太郎あんま癖なさそうでいい。創作料理くらい。と言ってもキュウリのハンバーグ巻き柚子胡椒マヨネーズって、食えないレベルの組み合わせには見えなかったし。まあ人助け普通にしてくれそうなタイプの主人公だったし自分は期待してるよ。冷静になるとヒーロー番組でこの評価は狂ってんだよな。まあ悪そうな奴が人を襲ってたら事情よくわからなくても飛びかかるくらいの人がライダーであるべきだよん。ホッパーホッパーなホッパーワン、スチームなスチームライダー、カマカマなカマンティス、わかりやすいな。記憶操作できるから割と気軽に錬金術パワー使えるのかもね。問題になったら記憶操作すればよし、みたいな。かなり多彩だね錬金術。同級生はあの中岡力でロッチ中岡じゃないのに驚く。同級生は変な髪型とメガネ変えたら顔立ち整ってるよね。スチームライダー檜山かよ、豪華やな。勇者特急。スチーム檜山だったのか。電車ってそういう？高校生の主人公の口癖がガッチャはちょっと。重大やー。組み合わせはビルドの真似っぽいけど今更か。ていうか3つのモードを組み合わせるなんて言い出したらそれこそダブルの真似になるだろ。50周年を超えたシリーズに過去作のどれとも似ないようになんて無理が過ぎるからね。なんか3つのアイテムで変身するライダーって定番化してきたよな。まあやれるかは置いといてバリエーションを無限に作れるからな。言うて今回のはビルドで言うベストマッチしかなさそうだし結構違いは多いよな。
そういや錬金術モチーフなのに見た目にそれっぽいところないね。SL モチーフでゴーグルつけててむしろスチームパンク感ある。しかしスーツは今後もメッキでいくのかな。アップ以外はアクションしやすいようにメタリック塗装でもいい気するけど。予想以上にキラッキラで鏡面だったの正直驚いたよ。メッキだけにいろんなものがすぐ剥がれていきそうだな。昨今のメッキは剥離しにくくなってる。どちらかといえば曇っていくよ。なんか昔の子供向けしてた頃のメタルヒーローみたいな感じだな。毎回キックの度にバッタ形態から人間形態になってキックやるのかね。決め会以外は省略されると思うぞ。そもそも今回の演出で初めてやったしな。あれ、それ以外は映画も含めて今まで全て省略パターンだった。キックは錬金術的な分解と再構築を必殺技に取り入れたかったんだと思うが、わかりづらかったかもしれんな。錬金術というもの自体を制作がちゃんと理解してない説。分解と再構築ってあたりはハガレンのオリジナル解釈が広まってる感だけど、基本は物質の編成だから組み替えって言い回しで間違ってはいないと思う。かなり怪しいと思う。この番組におけるってわざわざ断ってるから、そういうお約束でお願いしますってことかね。錬金術の教育機関の映像じゃねえんだから、面白ければいいんだよ。面白ければ面白ければ多分誰も錬金術の描写がとか言わなくなる。実際ハガレンは魔法人事見てるけど錬金術じゃないって騒ぐ層なんて全然いない。ガッチャードがそうなれるかどうかは知らない。実際ハガレンは魔法人事見てるけど錬金術じゃないって騒ぐ層なんて全然いない。それは作者が一貫で言ってるし、なんかウィザードとすごいコラボしやすそうな世界観だな。錬金術師代わりとまんま魔法使いだし。ギーツ映画に勇気出たようにこれも想像つくね。錬金術って実際は科学実験みたいな感じだから、まあ現代ではハイテク化してるのは当然か。最終的には金を作るのが目的だから最終フォームは金メッキなのかね。錬金術で生み出したベルトで変身した人間が仮面ライダーという錬金術師でカードを使った錬金術を使う。太ももの錬金術師はどこよ。錬金術師なのに足が細いって叩かれてるのは理不尽すぎる。日曜は錬金術ヒロイン太と錬金術ヒロイン細の日。無難な1話だった。こういうのでいいんだよ。展開がさすがにゴリ押しすぎないか。主人公が巻き込まれて変身して初めて戦うところまでだから、そこまで急ぎ足感はなくない。1話で導入済ますんだから、そりゃ1話の密度が高いのは妥当だろうよ。まあ叩くほどではないけど、ベルト託した人とか色々唐突だったなって思った。反則の都合で昔みたいに1話で変身だけして終わりとかできないから、1話30分の中でベルト手に入れて変身しなきゃならんから仕方ないけどね。託したぞってあんた誰ですか。急に託されてその気になる主人公もちょっとおかしい。ちょっとおかしいやつじゃないと仮面ライダーになんかならねえって言われるとそれはそう。一つ一つのケミーのキャラ立たせないと、そもそも何と何を錬金させたのかわからなくなるから、そこら辺の描写はしっかりやってほしいな。正直設定、特に錬金術あたりはもうちょい簡潔にした方が良かったのでは。ウィザードとか指輪で魔法使うから魔法使いってわかりやすかったし、ホムンクルスとか賢者の石とかの定番ネタをどう料理してくれるか楽しみ。ガッチャード第1話に対するネットの感想、いかがでしたでしょうか。初回なので結構詰め込んでる感があるかも。ストーリーは王道って感じ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。